である。同君連合の形態は大きく二つに分けることができる。同君連合の各構成国がそれぞれ独立した主権を持ち続ける人的同君連合と各構成国を超えた中央政府が置かれて一元的にコントロールされる物的同君連合の二つである。A 国と B 国の政府は独立して存在しており、ただ君主の身が同一人物である。 人的同君連合は、複数の独立した、君主国の君主が、たまたま同一人物になっただけに過ぎない。それゆえに、人的同君連合の構成国の政府は、おのの、独立したものとして存立し続ける。ヨーロッパでは、各国の王公の通婚がしばしば行われたため、ある国の君主位継承者に、別の国の君主やその一族がなっている場合が多々、あった。 具体的には、1714年から1837年の間、イギリスとハノーファーの君主位が兼ねられていた事例がある。1714年に、イギリス女王のアンが子供を持たないまま死去すると、アンの登園にあたり、イギリス王家の血を引くハノーファー選定公ゲオルクが、選定公の身分を兼ねたまま、イギリス国王に即位したのである。しかしながら、 この大池承によって、イギリスとハノーファーが、両国に共通する政府を設けるということはなかった。2018年現在では、イギリス女王と、英連邦王国の諸国王や、フランスの君主と、アンドラ共同皇などが、同君連合の一例であるが、いずれも政府は、独立しており、それぞれ独立国である。A 国と B 国の政府の上に、中央政府が置かれる。 物的同勲連合では、各構成国をまとめる、中央政府が設立される。この中央政府の権限は事例によりまちまちであるが、外交、軍事及び、財政の権限が付与される場合が多い。このように外交の権限が、中央政府に与えられた場合、この同勲連合は、国際法上の主体となり、条約などを締結できるようになる。逆に言えば、 このような場合においては、同君連合の各構成国は、国際法上の主体性が著しく制限される。また、内政分野においても、各構成国の権力行使が制限され、中央政府に委ねられることが多い。具体的には、1867年から1918年にかけて、オーストリア帝国とハンガリー王国が、 同君連合になっていた例が挙げられる。オーストリア皇帝がハンガリー国王を兼ねていたのであるが、オーストリア政府とハンガリー政府の上に共通政府が置かれて、同君連合全体の外交、軍事、財政などを管轄した。婚姻による同君連合発生の例。A 国の君主と B 国の君主が結婚し、その間に子が生まれた場合、その子は、 両国の君主位を承継し得る。以上とは逆のケースとして629年、大宗皇帝は出兵し、630年には、突決の血理河岸を捕虜とした。これにより突決は崩壊し、西北方の遊牧諸部族が、唐朝の支配下に入ることとなった。族長たちは、長安に集結し、大宗皇帝に、天下岸の称号を、捧ぐ上する。 天下岩は、北方遊牧民族の君主である河岸より、さらに上位の君主を意味する称号であり、唐の皇帝は、中華の天使であると同時に、北方民族の主張としての地位も獲得することとなった。本大寺は1635年に、モンゴル遠征を行い大破案の称号を獲得した。1636年には本大寺は玉寺を手に入れたことを機に、 満州族、漢族、モンゴル族の三族から衰退を受けた。すなわち大ハーン、大王から正式に大進皇帝となり、国号を大進国とし、合わせてストクと改言した。イングランドは王朝が断絶した時に国外から王を迎えたことが多かったため、同訓連合の形態が多い。イングランド法では、各国における国王の法人格がそれぞれ、 独立している。北欧の諸民族は文化的、言語的に極めて近しく、同一民族であるとする考えもあるため、同訓連合の形態が多い。例えば、ドイツなどにおいて、両方の封建領主が断絶した時に、両方内の有力者を後継者とするより、ドイツ内の別の封建領主を後継者とすることが多かったことに似ている。実際には、 国王においても、ドイツ系諸侯が、国王に迎えられたことが少なくなかった。1415年に、時の神聖ローマ皇帝、ジギスムントからブランデンブルク選帝皇くら位を、授けられたホーエンツォレルン家は、一族の一人が1525年に世俗化した、プロイセン公国の君主となった。1618年、プロイセンのホーエンツォレルン家が断絶し、 ブランデンブルク選帝侯ヨーハンジ・ギースムントが、プロイ戦国を継承した。以後は両国を合わせて、ブランデンブルク・プロイセンという。ホーエン・ツォレルン家は1701年に、プロイセン王の称号を獲得、その後兄弟化し、ドイツ統一の中心となって、1871年に、ドイツ帝国の皇帝となった。スペイン王国そのものもカスティーリ王国、アラゴン王国、 レオン王国、ナバラ王国、カタルーニャ君主国などの同君連合によって成立しており、カルロス1世からイサベル2世までの歴代の将王は、正式にはそれら全ての君主であることを称していた。ハプスブルク家によるスペインとポルトガルの同君連合も、スペインによるポルトガルの併合というよりは、カスティーリアを中心とする連合王国に、ポルトガルも加わったという側面が強い。 また、スペインという国名は、ラテン語のヒスパニアに由来し、元来はポルトガルを含むイベリア半島全域を指す、地域名であった。イタリアは、エチオピア侵攻後、同国に、東アフリカにあった自国の植民地である、エリトリアソマリランドも含めて、イタリア領東アフリカ帝国と呼称し、イタリア国王、ビットーリオエマヌエーレ3世が皇帝を兼ねた。 ただし、エチオピア皇帝、ハイレセラシエ一世はこれを認めず、国際連盟においても見解が分かれた。アルバニアもエチオピアも、イタリアの傀儡国家や、植民地に過ぎず、第二次世界大戦で、ファシスト政権が敗北すると共に崩壊した。ハプスブルク家は、戦は他人にさせておけ、幸いなるオーストリアよ、何時は結婚せよという言葉が残されているほど、 婚姻によって獲得した君主くらい、所領が非常に多かった。基本的には、オーストリア大公となった者が神聖ローマ皇帝、ハンガリー王、ボヘミア王、ブルゴーニュ皇などを兼ねたが、時代によってはこれらの地位を、次期大公位継承者などに与えていたこともある。ハプスブルク家が、このように多くの王位や爵位を合わせ持ったのは、ヨーロッパにおいて王国や、 諸行量の統治権がその多いや爵位に属しているという観念によるものである。合理的に当該国、地域の統治権を得るために、当該国、地域の多い、爵位を手に入れることが重要であった。中国における王公はこれに近く、家柄や血筋ではなく、領土に付属する称号を名乗ることが多かった。ただし、 複数の称号を帯びることは稀であった。また、江戸時代以前における日本では、領土と加盟は独立しており、加盟を継承することが一般的であった。いかに、カール五世とオーストリア・ハンガリー皇帝の例を挙げる。カール五世だけは神聖ローマ皇帝の他に、スペイン王を兼ねており、その他膨大な数の称号を持っているが、有名無実なものも多い。 その後、ハプスブルク家は、オーストリア系とスペイン系に分かれてそれぞれ、オーストリア対抗くらいと、スペイン王位を継承していく。オーストリア・ハプスブルク家は東に勢力を拡大し、ハンガリー王位、ボヘミア王位などを合わせていく。なお、これらの王国は18世紀末まで、選挙王政であったため、婚姻関係は、非選挙権をもたらすものでしかなく、加えて、 在地の貴族層にいかに認められるかが重要であった。新生ローマ帝国の解体以降は、オーストリアの国主号を皇帝に昇格させたため、オーストリア皇帝が、ボヘミア王、ハンガリー王その他を兼任して継承した。ありがとうございます。